キャスティング TV をご覧の皆様、こんにちは。キャスティング金谷店佐藤です。今回ご紹介いたしますのは、こちらにございます。このこれからのシーズンに手軽で楽しいライトワインドゲーム、こちらをご紹介させていただきたいと思います。この釣りなんですけども、アジングタックルのようなライトゲームタックルを利用して、こちらにあるようなダート系のジグヘッドとダート系のワームを使って、根魚、いわゆるロックフィッシュやアジ、また青物に至るまで何でも釣れちゃうものを釣ろうという、まあ、簡単に言いますとルアーの五目釣りのような形です。この釣りの中で肝になるのが、使用するワームとジグヘッドです。そしてあとスナップっていうのも、まあ、非常に大事になってくるんですけども、まあ、基本的にロッドを動かして、ワームをダートさせます。アクションでダートさせます。でそれを魚にアピールして釣るんですけども、そこで大事になってくるのがワームのジグヘッドの刺し方、ワームにジグヘッドを刺す方法、これが非常に大事になってきます。間違えると釣れない可能性が高くなってきますので、そこをしっかりやっていただきたいと思います。でいろんな魚が釣れるので非常に手軽です。堤防でできまして非常に手軽でして、少しの空き時間などでも楽しめる釣りとなっています。私も最近すごくハマってまして、ここで私も使ってますおすすめのワームとジグヘッドをご紹介させていただきたいと思います。まずこちら、ここにいっぱいございます。ドリームアップさんの DD8 2.5 インチ、こちらとまたドリームアップさんの専用のジグヘッドが出てまして、DD ヘッド 2.5、 こちらがおすすめとなっております。もちろんライトアジングタックルなどでも扱えるようなものでして、ロックフィッシュやアジ、小型アモンなどに使えますので、ぜひこちらを使っていただきたいと思います。で、使用する上で大切なのがワームの刺し方ですが、実際にちょっとワームを刺してみたいと思います。ワームの刺し方ですが、まずワームがまっすぐならないといけません。ここですね、このような形にならないといけないので、失敗例ですとこんな風に曲がっていたりすると、ダートしませんので、まずきっちり長さを合わせていただいて、真ん中からワームの真ん中から刺して、ここに線があるのでこの線に沿ってワームを刺してください。こんな感じですね。このような形にまっすぐワームを刺してください。こうしないとなかなかダートしないので注意が必要です。で、一番大事なとこって言っても過言じゃないのが、スナップ、直結をしてしまうとダートしません。なので必ずスナップを使ってご利用ください。これが大事な、ここのワームのまっすぐつけるのが大事なところです。はい、今のお分かりいただけたでしょうか。このポイントさえ押さえておけば、ダートもすごく綺麗よくしますので、魚も釣りやすくなります。皆さんもぜひこの手軽なライトワインドゲーム、ぜひ楽しんでいただけたらなと思います。以上、金谷店佐藤でした。